今日はね、面白い車が試乗できると聞きまして、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。ほいで今日担当していただくのが、ほいで佐藤ちゃんです。営業やってます。ほいで佐藤ちゃん。ほいで佐藤ちゃん、よろしくお願いします。お願いします。今日はほいで何回出るんですかね。ほいではね、たくさん出ますね、うん、たくさん出る。数えてていいですか。ほいでね、ほいで、ほいで連発ですね。ほいで、このお車ですよね。はい、こちらですね、お車、はい、なんていうお車ですか。こちらはですね、マツダさんの、その名もなんとマツダ3。マツダ3。はい、マツダの3ですか。マツダのマツダ3ですね。マツダのマツダ3なんですね。そうですね、はい、ここに書いております。そちら、はい、こちら書いてますね。ほいで来ましたね、はい、ほいでね、はい、マツダの本気が詰まってますと書いてありますけど、はい、見ていただけたんですね。書いてますね。そうです、はい、これはどういったコンセプトで作られたお車なんですか。コンセプトといいますかね、どうなんでしょうね、マツダさんのベース車両なんです。これどういったことかって言いますと、まあ、ちょっと試乗してね、あまりにも完成度が高かったんで、マツダ担当さんに電話して聞いてみたんですけどね、マツダさんっていうのはこの車を真っ先に作り上げるんですって。なるほど、はい、でこちらの完成度をもう 120% 目指して作ってると、はい、でこちらをいいものができたっていうところから CX5 とか CX30 とかっていう風に派生させていってるんですって。なるほど。でも、はい、マツダさんの本当にいろんな車の元になるお車っていうイメージですか、らしいですね。でも本気で作り上げてると。もう本気で詰まってます、うん、詰まってます。じゃあ本当にマツダさんが力を込めて、そうですね、本気で作った車ということで、はい、さようでございますね。じゃあちょっとね、試乗楽しみなんですけど、はい、ちょっと軽く見てから行きましょうか、じゃあほいで見てから行きましょうか。ほいで行きましょうか、はい、行きましょうか。じゃあほいでお願いします。お願いします。ほいでね。ほいで、はい、かっこいいじゃないですか。かっこいいでしょ。めっちゃかっこいいですよね、さすがベース車というか、はい、このフロント結構いかついですよね。でも独特ですよね。独特ですよ ね、で横も見ておきます。はい、どうぞどうぞ。あ、なるほどね、こんな感じですね。それで後ろは、はい、後ろ、あ、なるほど、こんな感じですね。もうここもこだわりですね、マツダさんのこだわりですね。前車フロントのライトとね、ヘッドライトと形状を一緒にしてるっていうね。じゃあちょっと運転席も見せてもらっていいです、はい、やっぱり運転席もね、こだわりあると思うんですよ。そうそう、ここがまたすごい。あ、すごい、すごい、すごいですか。はい、あ、なるほど、いい感じですね、うん、見ただけでもね、あ、いいなって思うでしょ。思います。座っていただくと、はい、より分かります。ほんまですか。いや、ほんまですって、これ。じゃあちょっと乗ってみますね。はい、どうぞどうぞ。あ、すごいですね。わかります。わかります。わかります。これね、なんて言いましょう。目指してるのが人馬一体らしいんですけどね。人馬一体。人馬一体。もう一体となれるように作ってると。まあ、人と車が一体になると、ね。アクセルとブレーキペダルの位置確認してもらっていいですか。はい、ちょっと下げますね。はい。これどうやって下げるんですか。あ、電動です。マジで。マジで。あ、これか。はい。あ、いいじゃないですか。電動でしょ。多くの車ね、特にまあ軽なんかも多いんですけど、はい、座ってペダルに足を置くとね、ブレーキとアクセルの位置とか体がちょっと歪むような時ってないですか。あ、あります、あります。ありますでしょ。はい、まっすぐなってません。なってます。なってるでしょ。この細かい位置関係ですね。そうです。もうそこまで考えて設計してると。なるほど、はい、いや、そんでステアリングもかっこいいし、握りやすいし、ね、でこの辺もいい感じですね。作りもいいですよね。でおしゃれですよね。はい、もうとてもブラックベーシックでね。そうですよね。ほいで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 ほいで。ほいでね、このまあシートですね。座っていただいて腰の感覚どうですか。いや、腰もね、僕ちょっと腰悪いんですけど、すっごいいいですよ。座り心地もいいし。こちらもね、非常にこだわった設計になってる、人間のね、背骨のこうカーブ、緩やかなその S 字、こんなやつ、はい、そちらをね、しっかりと計算し尽くして作ってるらしいんですね。ああ、なるほど。なんで車の挙動っていうのがダイレクトに腰に伝わってくると。なので車の滑りとかね、そういった感覚も非常に分かりやすいと。ほぼスポーツカーのレベルです。いや、ほんまに A シート入ってますよね。すごいです、本当に。デカロかなんかかなという感じですよね。あ、そうですね。ホイデね。ホイデ、ホイデ。あ、嘘です、ごめんなさい、嘘です。あ、ホイデはもうないですね。な、嘘、もういいですね。なるほどね、はい、いや、もうこれ早速ね、運転したくなってきましたけど、はい、じゃあちょっとラゲッジだけ見ときましょうか。ラゲッジって何でした。後ろですね。後ろ、ほいで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 、行きましょうか、はい、じゃあちょっと開けてもうていいです。開けてもうていいですか。ほいで。これね、これまたびっくりなんですよ。はいはい、びっくり。どうやって開けます、これ。どうやって開ける、わかります、どうやって開けるか。
あれ指入れるとこないですね。ないでしょ。ないですね。ね、これなんとね、このマツダエンブレムここにねあるんですね。ああ、なるほど。変わってるでしょこれ。変わってますね。ね、ほいでね、お値段、はい、おいくらぐらいするんかなと思いまして。これはですね、正直いろんなこうオプションですね、ついた上での車両本体金額になってるんですけど、これで371万になってますね。まあまあしますね、はい、実際に車だけの金額でいくと338万ですね。まあ、それでもまあまあしますね。いや、かなりしますね。それだけ松田さんの本気が詰まってるということですよね。詰まってます。詰まってますよね。全てが詰まってます。じゃあちょっと、はい、はい、行きましょうか。はい、どうぞどうぞ。ほいで、今日235回目のホイデですね。そうですね。そんなに言ってないか。そんなに言ってないですね。で、ホイデ、はい、出てきましたね。ホイデね、連発します。もう今日はわざといきますね。前にスピードメーターありますね、ガラスのところにね、こっちから見えないんですけどね。そっちから見えないですね。見えない、はい、これめっちゃいいですね。もうね、視線落とさなくていいですもんね。しかもホイデ、はい、制限速度まで出てるんですよ。ホイデ意識すぎちゃいます。意識すぎですか。いや、今日はもうホイデ押しで行こうかなと思ってるんですよ。だからね、制限速度と今の速度が並んで出てますんで、これは安全にもね、いいですね。メーターパネルも見てほしいんですけど、はいはいはい、今30キロのところにね、うん、赤い線ついてません？ちょっと待ってくださいね、出ますね、はい、あ、ここ制限速度変わるからね。あ、出てる出てる。ですよね。で、今制限速度50度ですから、メーターパネルも50に赤い線ついてるでしょ。なりましたなりました。赤い線もついてるし、50マークもついてるしですね。なるほど、この赤い線は出たあかんよっていう、そうですね。いいですね、これ。その制限速度を超えてスピード出ると、そこからメーターパネルベーって赤くなります。あー、ほんまですか。まあしないですけどね。あ、しないんですね。いや、しないですね。あ、なるほど。これでもね、走り快適ですね。めちゃくちゃいいでしょ。なんていうか、ストレス全くないというか、うん、これはどういう走り方するともっと実感できます？これね、正直ね、ワインディング行ってほしいです。ワインディングですか？なるほど。あとね、踏み込みですね。踏み込み、加速、じゃあちょっと加速します。お、あ、すげえ。あ、なにこれ。めちゃくちゃいいでしょ。めっちゃ安定感ありますやん、はい、しかも一気に加速しましたね。そうですね。制限速度をいっぱいまで踏み込んだんですけど、一瞬でしたね。すぐ来るでしょ。ディーゼルエンジンってなんかトルク太いじゃないですか。ガソリンエンジンはそのトルクってないですけど、高速域の伸びはガソリンエンジンの方がいいじゃないですか、はい、っていうその両方のね、ところを考えて作った新しいエンジンみたいですね。ちなみにガソリンエンジンですよね、うん、ガソリンエンジンですね。ガソリンエンジンやけど、はい、ディーゼルのとこも取り込んだみたいなイメージで。そうですね。いや、これ高速運転もめっちゃいいですよ、素晴らしいですよ。うわ、これ高速道路乗ってみたいですね。行きます。あれでしょ、佐藤さん、また行こうかどっか行って、午前中サボろうと思ってるでしょ。いや、どうしましょう。どうしましょう、どうしましょう。もうね、ちゅうか、彦根まで行って1日サボっちゃいます。彦根に会いに行くんですか。また彦根ゃん、またじゃないですよね。まだ行ってませんでしたっけ。行ってないですよ。行ってなかった。話題だけでしたっけ。そうです、そうです。これ安全運転支援システムっていうのはついてるんですか。そうですね、もうバチバチについてます。ついてます、はい。まあ、でも、まあ、何回もやってるんで、うん、その検証は今日はいいですか。それはいいんちゃいます。いいですよね、うん、ただね、このなんていうんですかね、周りの車がいてるよとか人がいてるよっていう感知するセンサーってありますよね、はい、大概の車前4つ後ろ4つなんですけど、この車後ろ6つついてます。6つもついてるんですか。6つついてる。目が6つ。そうですね。なのでもう斜め後ろ方面とかねっていうのもきっちり感知してくれます。あ、これでも曲がりもスムーズ。でもね、この加速、人馬一体。これ40キロ、人車ね。40キロまでしか一瞬で出してないんですけど、制限速度40なんで。ああ、そうですよね。一気に来ましたね。いいですね。いいですね。ほいでね。あ、ほいで。先ほどマツダの本気っていう話してたじゃないですか。はい。これはほんまそのエンジンもそうですし、こう人を中心に作ってるっていうのもそうですしね。はい。まあ、何せ技術のマツダさんですよね。なるほど、うん、はい、やはりね、走りは捨ててないんですよ。あー、なるほど、うん、走りはやはりね、もうめちゃくちゃ考えてはるんで、
もう少ししたらね、ちょっとこう若干こうぐにゃぐにゃってした道行ってもらうんですけど、まあ、そこでさらに感激してもらえると思います。そんなにすごいですか。素晴らしいですよ。それ足回りもすごいっていうことですか。もうこれ本当に純正ですかっていうぐらいきっちりした足ですね。本当ですか。で硬いとなんかもうバタバタってこうしたりねするじゃないですか。硬いだけの ね、そうそう、乗り心地も悪くなるし、その辺のね微妙な調整ですよね。すごいこだわってますね。ちなみにオプションで足変えたとかではなく、ドノーマルです。もう標準の足回りがそういうことなんですか。はい、素晴らしい足ですね。楽しみですね。はい、ぜひ楽しんでください。まあ、ここからですね。これ左。そうです。楽しい道が待ってますんでね。これもじゃあ制限速度いっぱいで行ったらいいですか。そうですね、まあ、制限速度ね多少超えても捕まらないと思うんですけどね。いやそれはダメですね、うん、ダメですね。ちゃんと守りましょうね。はい、じゃあ行きますよ。はい、どうぞ。あちょっと意識的に、キュッてハンドル切ってみたんですけど、はい、うわ、ほらほら面白いのがね、これギューってカーブ手前でこう、はい、ガッてブレーキね、はい、踏んでいただいて、はい、立ち上がりでガンって踏んでいただくとね、より面白い。ブレーキ踏む、はい、でこの辺りからもアクセルを、あ、わ、わかります、すごい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 、はいはいはい、めちゃくちゃおもろいでしょ。地面に吸い付く感じですね。そうなんです、ロールもしないですしね。はい、しません、うん、しません、ほんでこう、こうぐいぐい前にね、はい、引っ張っていってくれる感があるでしょ。あー、お馬さんみたいな感じですよね、うん、確かにめっちゃ楽しいです。いや、これ楽しいですね。前ね車突っかえちゃったんで後半あまり踏めなかったんですけど、それでもええ感じですね。そうですよね。なんかねまたこの入り口出口で車はね4輪あるんですけど、全部こうかかってくる接地圧って違いますよね。はい、まあ、そんなもこうセンサーで感知してトルク配分を瞬時に変えるらしいんですね。あ、もうコンピューターで管理してるんですね。そうですね、その足回りまで。なんでね、昨日ちょっとね雨の中ね、もうウェットロード行ってみたんですけど、全然問題ないです。くねくねも、はい、全く滑らないですね。まあ、ワインディングね80キロぐらいで走ってみたんですけど、いやいやいや全く問題ないです。すごいです。あ、ここじゃないですよ。あ、ここじゃないですね。ちゃんと80キロ出せる、はい、高速道路のワインディング、はい、いや昨日来たよかったな。すごいですね本当にね。昨日ね雨降ってたんで、うん、市場はどうかなと思って、今日にしたんですけど、まあ、僕もね予習しとかなあかんじゃないですか。はい。で雨の中乗ったら良かったと。非常に良かったですね。もう雨でこそ生きるっていうかね、その良さがよりよくわかる。なるほどね、そんな感じでしたね。晴れの日であれぐらいはもう当たり前と、もう塀みたいなもんですね。松田さんにしてみたら塀みたいなもんですね。さすが、できて当然ですね。さすがルマン優勝しただけありますよね。懐かしいですね。いつの話やねんってね。ロータリー禁止ね、はい、ありましたね。ありましたね。これはいいですね。でもね、もうええなってしか出ないんですよ言葉がね。久しぶりにこんだけちょっと僕も感激する車に出会ったなっていう。これスポーツカーですか。いや、スポーツカーのカテゴリーではやはりないですね。ないんですよね、うん、ないですね。ただスポーツカーって言っても何が差し支えないですよね、うん、ないですね、まあ、一応ねそのさっき言ってたベース車いうことなんで、ここからスポーツカーにもそれでコンパクトカーにもミニバンにもこういう技術がいってますね。いくんですよね。そうですね。いやー、あのベース車いうだけあってやっぱり基本しっかりしてるというか。そうですね、もう完璧ですね、うん、こちらがもう基本になってるっていうだけのことはありますよね。高い次元での基本ですよね。そう、そういうことです、ね、はい、この基本から徐々に上げていくんじゃなくて、そうですよね、もう完璧ですよね、まあ、これね、物事の基本ということですね、言うたらね。なるほど。しかも高いレベルでということですね。そうです。ということで、でちなみに松田さんでは、はい、ほいでね、はい、ほいで、ほいで、
マツダさんではマツダ3の開発チームというのはスーパーエリートらしいです。スーパーエリートが基本を作ってると、はい、そうです。スーパーエリートしかこのチームに入れないと。なるほどね。いやあのねこれ小回りめっちゃ効きますやんすごいですね。図体大きいですけどね。ね、車体結構でかいですけど、うん、これ正直ねバックきついかな思ったんですよ。余裕ですね。まあ一回切り返ししましたけど、ね、あのだいぶ厳しい局面でしたもんね。でしたよね。いやこれはびっくりしました。楽しかったでしょ。楽しかったです、うん、これはすごいおすすめです ね、 ね、ほんまにいいです。ということで今回はこのマツダ3の試乗をさせていただいたんですけど、はい、ほんまにねマツダさんの技術が詰まった、車やなって感じました。いやもうそう分かっていただけるとねもう僕も嬉しいです。マツダさんの人間ではないんですけどやっぱりね一人でも多くねこの車の良さっていうのをね知っていただきたいなって本当に思いますね。そうですよね、これでねこういったあの素晴らしい車が中谷さんの方では試乗ができると、そうなんですね。毎月の第3土日、ね、そうですよ、ね、基本はね、はい、ただねこんな状況なんで、あったりなかったりなんですよ ね、 そ、 ね、そうですね。だからちょっと事前にね、うん、いろんなところで告知してはったりしてますし、あそうです。おいで気になる方はお電話なんかで問い合わせしていただければと思います、はいはい、そうですね。でたまにはなんか抽選会もやってるんですよね。ちょうどね今日もやってたんですけどね。あそうなんですね。今日もやってました、はい、でもちょっとね、この動画上がる頃にはもう遅いんですけど、うん、確かにそうですね。また機会があればやりますよね、はい、やります。ということで今回はこのマツダ3の試乗でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はほぼギャグなしで。いやあったでしょ。ありましたいっぱいあったでしょ。あそうですか。いっぱい今日は真面目にやったんですけどね